どうもこんにちは、ゆきちかです。今日も映画内やっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。スカウトです。ちょっぱりにスカウトやると不正をお高わりがちでございますが、今回は不正は全くしておりません。今回はとか毎度しておりません。よろしくお願いします。てな感じで今回はもう普通に投資まで取っていきたいと思います。はい、3年抜けたら終わりだしね。はい、やっていきましょう。まあ様々が正直一番強いんだよね。東東京アウイエーイ金子ペンサーのヒットメーカー結局一番強いからね。阿部ヒヨ待って、南みたいに化けてくれればいい。何今の南みたいにからの南みたいにからのこれよこれよ。リーシーでいかないですね。はい、まあ楽しくやっていきましょう。ちょっとなんか足が痛い。ちょっと崩したい。そして福井行こうかな。福井行きます。福井This is 福井。芸術的な流し打ち多いね。広角もいるね。なんか流し方向完璧。来い。まあ、清水強いけど、これするだな。なんかあんまり取って、得がなさそうな気がします。大マスで、感染で止まりたいな、せっかくなら。ちょっと、座る位置だけ直そう。マイクも一緒に行くね。はい。あぐらかくわ。うしょ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 。はい、どうも。ゆきちかです。どうも、ゆきちかです。知ってますね。皆様よろしくお願いします。皆様おなじみのゆきちかです。あんまりなんかコーンみたいなのなかったね。でここです。観戦使います。観戦練習試合やらないとな、これ。いやー、練習試合やらないとな、これ。どうようか。本屋さんより別に、そうだよな、正直本屋さんより絶対的にあれだよな。もう 100% であれな気がするわ。本屋さんより練習嫌な気がするわ。まあ、天才もいるしね。天才な変化球だな、ここは絶対。だから、先パワーを A まで持ってっちゃおう。戸田、戸田適当。彼も適当。前田は肩。あと、橋本パワー A はどうせいけるから、補給いきましょう、補給。佐藤適当です。まあ、守備でしょう。金丸はね、パワーミートどうせ S 行くんで、肩とか上げちゃいましょうか。はい、青木、まあ、これを機に、弾道をぶち上げたいんだけど、本当は。守備と肩だな、この夏の課題は。まあ、守備はいいでしょう、肩だな。南はもう、なんか、補給をとりあえず D 乗せた。あ、でもなんかクリスマスあるからな、総力だな。ただクリスマスあるんだよな。あ、俺わかんないからね、正直。効率引けるかもどうかも謎らしいな。なんと森岡マジファーストだから、正直打撃とかからいいんだよな。マジでどんどん打撃上げてきたいんだよね。空回りするぐらいかと。パワーカバーカウントしたせよ。あ、いや、ミード長崎。梅田ミート。稲田はね、総力をやっぱチラッと上げときたいんだよな。黒岩はさすがに肩弱すぎ。柳田ミート、浜田ミート、渡辺いいね。まあ最低限じゃない。まずは総力はガオーン。どうだい、来たんじゃないこれ。最高なの来たんじゃないこれ。いや、練習これはどうなのこれ。あー、あれか、ご機嫌なだけなら最大にしておむすび使って、で土は99。練習試合切る主治医切ります。名門と横津高校だと思います。はい、でも徳田も切りましょう、もったいないしね。ここで徳田は別に渋る理由も特にない。はい、渋る理由がありません。 OK、 結構成長したんじゃない。お、いいじゃん。これよ、俺が飲んでたのは。これ、まあ、俺ら先がない分ね、ここでこういう風なものしていかないとね、少しでも前に進んでいかないとね、いけないんですよ。東東京行きました。福井も行きました。一芸とか長野、ダメだな、今回。死んでるな。おつみ。嘘。最高。アムロ。来た、これ。波江。通る。これ、後でもう一回行くわ。多分、これ、コールド行けるわ。強いわ。本当に、うちのチーム。4番、橋本、マジで機能してる。Our race is going big fly。今日、2本目。これよ、橋本が4番で機能してんだけど、しばらくこれでいいじゃん。なんだ。
2番じゃなかったのか、橋本の適正打順は。お前は4番だったんだな。そういうことなら先に言ってくれよ。そういうことな。そういう素敵なこともあるんだな。ちょっとここは申し訳ないですが、ほぼ無視させていただきます。はい。よし、行きましょう。合宿でございます。いや、マジ、楽しく行きましょう。結構重要だからね、この合宿。誰が何つくか。誰が何つくか。ハマーだ。いや、これ微妙だな。メンタルトレーニング。はい、メントレ。あー、なんか今回良さそうだね。渡辺、森岡、金丸。これ美味しい、マジ。まあ、実質、しょっぱらだね。まあ、もう、狙うはここだよな。阿部とかも欲しいけど、まあ、やつかも欲しい。かわいいやつか。こっちだな。アウトコースヒッター、森岡。神よ。森岡、阿部とかついたら激アツ。まあ、ここだね。ここメンズ、誰も正直、誰もまずくない。森岡大変。え、森岡大許可かい、もしかして。森岡大強化会。ほんとねームードが欲しい。ムードが欲しい。リベンジ。オーケー、佐藤ムードもある。おーおお、つくむじゃん。鬼つくやん。てか、ハマだ、お前もう。代打でいいよ。めっちゃいいやん。いいね。今回の合宿。まんまん、これ外した。ごめん。これ超外した。誰でもいいや。ローラーとかついた重い玉とか。まあ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 、悪くない。オッケー。しかも、疲れも回復してくれるという、一番神仕様。5で進みます。5で進んで前ならえ。5で進んで前ならえ。ひっくり返って、デコピンポー。ごめんなさい。調子乗りました。福井行った。長野も行った。そろそろどうする？そろそろ行く？まあ、一回和歌山行きましょう。和歌山。まあ、外したね。お外し。ああ、待って、でも、石崎強いわ。石崎取ろう。まあ、でも、こういう捨てどうだろうな。まあ、取っとくだけ取っとこうみたいな感じですね。まあ、なんで今回ほぼまあまあなん？嫌われとるん、俺。なんかしました、私。我、なんかした？我。よし。感染。来いよ。3回できたらマジ神。3回できたら神。3回できたら神。しりしり。すいません、やってくるわ。おかしいなぁ。ポイント、めっちゃくちゃあったはずなのに、もうこれ以上ないんだけど、ポイント。マジで出てこねえ。感染、全然出てこないんですけど。やば。ちなみに、これなんか出てこなかったら、もう、はい、もう引けません。すいません。もう、感染なしで進んでいきます。やばいって。ゼロやん。見逃してる俺。いや、見逃してないよ。うちのやつ結構目光らしてるからね。練習指示。さっき後半の方さ、スケジュール入れ替えみたいなのが、3つ連続で来たのよ。そうじゃないのね。もう3つ連続で聞いてもね、なんもない。来たー！シェイ。嬉しい。まあ逆転の発想でいいかな。来た。完成！未完成。シェイ！おいしい。あとは得だと総合練習引ければ勝ち。いや、引けねえんだよな、こうって。あと3つしかない。3つしかないんだよ。だってさっき得だ2個来たやん。来てよ。え、やば。本当に来ない？マジ？おお、来なかった。まあ、やば。マジでもう本当にネタ抜けてねえんだよ、俺。なんか本当にやる方法がないんだよね。だからちょっとなんか変な今回になっちゃうけど、ごめんね、みんな許してね。そしてあとは最大にしマシンガンノックが多分この中で一番いいよね。マシンガンノックが多分一番効率いい気がする。マシンガンノックでいこうか。 OK、 さあマシンガンノックでいきます。はい、やば、本当に今回渋いわ。鬼渋、激渋、鬼渋。あ、癒しのひととき。来た。癒しのひとときが一番効果いいわ。3つプラスできる？まあ、これが、今の多分最強カードだね。癒しのひとときが一番いいでしょ。ハードルより多分癒しのひとときの方がいい。確か良かったはずなんだよね。効率。やば、なんか、徳田引ければ最強の練習だったのにさ。なんか途端に微妙になるっていうね。なんとも反応しきらない、この反応。どうしてくれるの？守備力上げましょう。
まあせっかく守備上がったしね。まあ守備上げなくてよくなったと思えばまあいっか。なんか守備に課題あった組がなんか途端に良くなった印象ですね。はい、金丸とかもなんか上がったし、一回ミート上げて S まで乗ってみましょう。オッケー、肩 C 乗った。まあ意外と良かったかもしれん、マシンガンノックでも。まあいい風に考えればね。守備に不安あった組がなんとかなってくれたかな。まあそこは良かったかな。南へ総力 D まで持ってきます。はい、まあ正直上げる必要のない人もいるからね。そう、上げる必要のない人もいるのよ。まあ、そこら辺がね、まあ、まあ、なんというか、みたいな感じなんだけど、稲田はね、総力 S まで持ってくる。まあ、いっか。黒岩とかも上げてほしいところのラインまで上がったしね。柳田も同じ。全員、そう、ある程度のラインまで上がったから、まあ、いっか。オッケー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 。うん、そうだね。まあ悪くない。うん、悪くない。うん、よかった。結果見ると悪くないってことにしていきましょう。結果オーライ。うん、結果オーライ。いいことあるさ。ランクルないさ。いいことあるさ。まあそんなこともあるさと。うんとね、CD、癒し系 CD。まあ何が効率いいかとか正直そんなに覚えてないんだよ、俺も。言うほど。そんなガチで A カナインやってるわけじゃない。楽しくやってるからね、A カナイン。なんか申し訳ないんだけど。なんかね、なんかせっかく効率やっててめっちゃ申し訳ないんだけどさ、こういう風にやってますよとかいつも言ったのが申し訳ないんだけど、よし、使っておきましょう。で、あとピッチャーを取りに行きたいんですよね、そろそろ。だから投手権行きたい。あー、岩手いいな。絶対これ大谷翔平いるじゃん。はい、おお、二人いる。イエーイ、浜野、千葉。これ後で取りに行くよ、岩手。切ったわ、これ。浜野もう君優勝だよ。これもどうせまあまあでしょ。あ、両方だ、やった。エロいじゃん。エロ、エロ、エロ、鬼エロ、鬼エロ、いいね。君いいね。君優勝。よし、もう一回岩手。いや、準優勝引けたのでかいな。でかいぞ、ここで、準優勝。芝で準優勝。しかも選球眼いいね。気持ちいいボール、同盟で、ボール、やる。Yes。We can! Okay! I can do it! We can do it! I can do it!僕は強い。そして君も強い。受け入れよう。やんちゃ。いらねえ。熱血感でよかったー。熱血感でよかったー。熱血感でよかったー。まあもうこれできるだけ先進んでって、記者引きたいね。まあでもここ何年か連続で正直記者引けてるから無理だとは思うけど、記者引けたら激エブ、激エ、月で鬼圧ですね。あともう、ポジション使って、どんどん前に進むのみでございます、皆様。指摘いいね。指摘悪くない。1、2、3、4、31、2。いいよ、そこからだね。いや、待って、ここ全然ねえやん。1個しかないじゃん、チャンス。どうせ引けないじゃん、1個じゃん。知ってるよ、俺、1個じゃ引けないの。僕もバカじゃないから、それぐらいわかるよ。球速は、コントロール S。コントロール S の希望に、託して。僕の野心能力鬼強いんだよな、麻生さん。鬼強いのよ。マジでえぐい。おっ、守備かっこいい。オッケー。間に合うかな、オール S。スタミナがいかねえか。進化勝手に上がってくんねえかな。いやー、オール S 行きてえなー。でも行けるか。いや、スタミナはもう上げないでいいや。勝手に試合で上がるのかけよう。試合で上がることで私はかけます。私は最強。はい。補給上げます。はい。ミート上げます。総力 B、OK。もうここからはパワーしよう。で、ミート、総力 S、かっけえ。守備。守備の後もこの後ミートだね。黒岩、OK。もう OK。パワー。柳田ミートパワー総力 S。 来い。まあ来ないよね。そりゃそうですよ。来たらびっくりですよ。私もびっくりしますよ、そりゃ。来たらね。かくらんでも偉いじゃん。かくらん偉いじゃん。あ、まだあるか。ラスト1個だけあるわ。8、9、10。ここで来たらマジ神だった。まあ、来ないよね。すいませんでした。調子になりました。まあ、ここで来たら神でしたよと。どうせ来ないですよと。
そんな期待するなよと。そういうわけでございますね。申し訳ございませんでした。柳田とか来たら熱いけどなぁ。まあ、パワーヒットがついたら面白い。オッケー。柳田お前も生き残るか。柳田お前も生き残るか。すげえぞ。パワーヒーリベンジ。なんか左打者の代だな。なんかそうしてるけど A 乗ったじゃん。守備力と経験さえいければもうほぼマックスっていうね。よっしゃー。ここのタイミングであれ行きましょうか。残りのスカート行きましょうか。とりあえず、アムロ確保からスタート。アムロ確保からスタートです。はい。アムロ確保します。アムカク。アムロ来いよ。ナミエテって言ってごめん。お前はナミエッティだ。ナミエッティじゃないみたい。アムロさんだったみたいだわ。お前は100億の男だよ。アムロ。お前は100億の男さ。大丈夫。違う！何？お前200億の男か？ごめん。俺はお前を見間違ってみたいだよ。200億の男さ。オッケー！よかったー。お前は所詮、3枚の男だよ。どこ行こうラスト。もう1件なんだよな。愛知行くか。愛知か滋賀か。どっちがいい？愛知だろ。なんか愛知の方がいい人いそうだもん。名古屋だぜ、名古屋。なんて言ったって名古屋だよ。愛知は絶対いい人いるって。愛知。お、高見いるじゃん。お、まあ、高見いは別になんだよな。お、優勝いるじゃん。イェーイ。あー、西、今回神ってんぞ、なかなかに。なかなかにいいぞ。こう、あ、オッケー、来たー。後半から上げてったな、今回。かなり熱いじゃん、今回の回。いいね、いいね。かっこいいとはどうでもいいや。アムロ、ナミエッティ、浜野、千葉、大西。この40子よ。この優勝、準優勝、優勝、準優勝。このアムロ、浜野、千葉、大西。この石崎とアムロの名前変えちゃってさ、この面やばいっていいじゃん。サムネ。えぐいってこれ今回。えぐいよね、今回。このアムロが石崎の枠来てくれればマジ完璧。もうこの4人だけで制覇できるわ。覚えててみた？みんな、アムロ、ハマの千葉大西ね。どうせ俺忘れてるから。どう、あ、ま、この子たちが200超えてくれるかどうか、マジで重要ですね。来ちゃったー。ここで来たー。ここで来たー。ついに来たー、南。バーシェーイ。この台最強です、彼が。彼がこの台の最強です。いや、来たわ、これ。一気に化けた。え、これ、このタイミングで来るの鬼奴だぞ。いや、熱い。いや、これ、インコースヒッターだけつけちゃおうかな。どうせ使わねえしな。インコースヒッターつけちゃおう。インコースヒッターが正直一番使わないんだよな。僕のとしては。オッケーオッケー。じゃあ、インコースヒッターつけるわ。南に。オッケー。このままの流れだと何かしらつけてあげないとかわいそうな気がするから、稲田にカット打ち覚えさせよう。オッケーオッケー。こんなところですね。お、来たわ。本当に神。本当に神ってる。神ってます。稲田お前、バカなのか。した。はい。参加しなかった子。稲田お前その見た目でバカなの？なかなか想像つかない顔してるよね。めっちゃなんか僕頭いいですみたいな顔してて、鬼バカだった。よし、まあ、どうせ使わないからね。本使っちゃおう。稲田かくらんと、あと、いやいや、めんどくさい。後でやるわ。後でやります。先進めたい俺は。あ、間違えた。ごめん。卒業式でーす。まあ、この代はね、大橋が卒業する代ですよ。まさかの日本代表に選ばれなかった大橋です。一本足りんかった。まあ、この一本をね、誰かが補ってくれる時が一層来るんじゃないかなと思ってます。おぉ、ならず者多いな。佐藤はじめ、職人からの、清水肉屋さん。来たー！やったー！アイドル来たー！いや、これはもう何も言うことない。ただの神回。あざす。
大橋惜しかった、本当に本当に惜しかった、あと1本だよ。いや、いいバッターだった。はい、中野こんな感じです。オールウェイ行ったね。岡田はいいバッターだった。謎に日本代表選ばれたけどね。はい、さあ橋本、山下かプロ入りしたね。お前謎にプロ入りしたな謎にプロ入りしたな。みんなちょっとマジでポイントないんで、よかったらダウンロードしてやってください。お願いします。僕のためにポイントをください。この時期をやってるとポイントがなくなるんで、ぜひポイントにしてください。お願いします。何でもしますから。今何でもするって言ったね。はい、よし。はい、な感じでございまして、抽選から決定終わりたいと思います。でも金属も狙いたいしね。あー、まあ近江高校あたりと戦えればいいか。現実に出るしね。3番どこどこや。3番あー、そっぱな弱いね。消防戦力しいか。じゃあナメプできるね。じゃあナメプしながら戦っていきましょうか。はい、こんな感じでございました。また皆様次回の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。補給グラブ極み。バイバイ。